はいどうも皆様こんにちは、ピーターマンです。今回の動画のテーマはアニメ第3話について。いよいよランク戦が始まる第3期の第3話、対戦相手は影浦対東対そして鈴なり第一。久しぶりのこの四つどもえですね。今回の動画ではそんな彼らについて、最近ワールドトリガーを履修し始めたっていう方向けに簡単にまとめていきます。まずランク戦ラウンド7のおさらい。ついにヒュースが加入し5人体制となった玉駒第2 B 級2位以内を目指しランク戦ラウンド7へ挑みます。実況は A 級片桐隊の唯塚かりん、解説は A 級嵐山隊の嵐山さんに B 級二宮隊の犬飼くん。ここまではアニメ第2話のラストで紹介されていましたね。ちなみに唯塚ちゃん、こちらは第1期の最初の方でちょろっと登場しています。髪色がだいぶ変わってより原作のレタッチにね近づきましたよね。さてここからは対戦相手について見ていきましょう。 B 級2位以内の壁に立ちはだかる影浦隊、アタッカーである隊長影浦正人、ガンナーの北添博、スナイパーの山譲、この3名で構成されている攻撃力が非常に高いチームです。第2話の A パートではメインとして全員登場していましたね。隊長である影浦正人、彼の実家であるお好み焼き影浦、オペレーターのニレヒカインを含めて映っていましたね。そんな影浦隊長はサイドエフェクト感情受信体質を持ち、彼考案の戦法マンティスを用いて前線で大暴れをする攻撃力に特化した人物です。それをサポートするのはグレネードガン型のトリガーを主軸に用いるガンナー北添隊員、通称ゾエさん、そして鳩原隊員の一番弟子で狙撃技術も相当高いスナイパーの山譲くん14歳。全員がそれぞれトップクラスの技術を持ち、一時期は A 級6位にまでのし上がったチームです。ちなみに隊長の影浦さん、こちらの担当声優は杉田智和さん。ジャンプアニメを見てる人にとってはかなり馴染み深い方ですよね。エマユズル役の三平さんも今放送中のボルト、こちらで主人公をやってたりします。さてお次は東隊について。 B 級隊員の最年長である隊長の東さんが率いる東隊、スナイパーの東春明、アタッカーの小洗昇と奥寺恒之、こちらの3名で構成されているチームです。実は東さん以前は A 級1の部隊を率いていたり、何人も弟子がいたり、ベールアウトした回数がすごく少なかったりと、かなりの化け物です。壁抜きスナイプや飛んでいるメテオラ撃ち落としたりしますね。そんな東さんが指導している小洗と奥寺はどちらもアタッカー、トリガー構成も至ってシンプルではあるものの、彼らの接近戦での連携はあの風間さんも認めるほど。以前のランク戦とは違い、今回のマップは決定権はね彼らにはありません。どんな活躍を見せれるのか見ものですね。ちなみに隊長の東さんの担当声優は浜田健二さん、ジャンプだとクロバスで清を演じられていましたね。僕の中での浜田さんのイメージはこいつなので結構ギャップに笑ってしまいます。最後は車隊こと鈴なり第一について。玉駒第二同様本部所属ではない鈴なり支部に所属する部隊です。隊長であるガンナの車達也、アタッカーの村上光、スナイパーの別役隊地で構成される防御力に優れたチームです。影浦隊や東隊と違い点を取っていくのはこのアタッカーの村上光。車さんや隊地はそのサポートをしたり逆にサポートをされたりと連携の強さが光ります。隊長の車さんは通称仏、こちらも通称悪である隊地の悪気のない悪行に振り回さないながらも常に微笑んで見守っています。アタッカーの村上光はサイドエフェクト強化睡眠記憶の持ち主、なんとアタッカーランキングで4位の腕前です。古月とレイガストを持ち攻守ともに優れた騎士のような戦闘スタイルです。ソロランク戦では久我優馬や影浦に勝ち越したり負け越したり、まあトップクラスの腕を持つんですよね。ランク戦ラウンド3では久我優馬との一騎打ちで敗退してしまったけれども、今回は果たしてどうなるのか。ちなみにそんな村上光の担当声優は野島博文さん、ワールドトリガーではアマトリ臨時も金役で担当しています。彼らがいつか出会うってことはまあないでしょうね。さて
めちゃくちゃ簡単にですが、玉駒第二の対戦相手、こちらの3チームについてまとめてみました。アニメも第3話、いよいよ本格的に戦闘が始まります。アニメ2期がね、とても迫力のある演出でしたからね、今回も期待大ですね。さて、この動画はワールドトリガーを最近知った人向けに作ってみました。結構短めにシンプルにできたかなって思いますが、またいずれちゃんとした解説考察動画も作っていきます。また来週からはワールドトリガーボーダレスミッション、こちらも含めたゲーム実況を投稿予定です。こちらもお楽しみに。それでは今回はこの辺で、ぜひコメントや高評価お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。